ピントは全部漫画。漫画僕超好きだから、いろんな漫画で自分の会社の経営戦略と戦い方、バズの起こし方とか、自分のイメトレと話題の作り方もそうだし、もちろんその髪型の作り方もそうなんだけど、答えを教えてくれたのは今までの人生の中で、はい、この漫画を絶対見てほしいというものをちょっと紹介してもらいたいなと。僕が一番もうこれだけは見ろと一生かけて言えるのはキングダム、一番最高。秦の始皇帝って中国の話で、今の一つの中国っていう国じゃなくて、こう中華がこうまとまってない時に中国っていう一つの塊にしようというお話なんです。もう何が一番面白いかって、作者の人がよくここまで想像力を持っていろんなキャラクターといろんな見せ方をして、こうやって中国ができたんですよ、その戦っていく姿勢と、こうやって国ができたんだなっていうのが、あくまで漫画なんで、その歴史書からかいつまんでアニメにしてるっていうところなんですけど、主人公が最初田舎者の奴隷なんだけど、そっからこう成り上がっていくサクセスストーリーがあって、僕ももともと田舎から出てきて、おしゃれでもないし髪型だってかっこいいわけじゃないし、だんだん戦っていくにつれて技術が伸びて、どんどんこういろんな戦い方をして有名になっていくっていう感じが、俺はすごい面白いなと思ってて、人となりが結構綺麗に出てて、キングダムの中でのいろんなこうスターの武将がいるんですけど、戦い方が全員違う。弓矢の人もいれば、すごい長い剣使ってる人とか、やっぱ美容室もそうなんですけど、例えば僕はメンズを着るし、女の子着る人もいるし、カラーで売っていく人とか、トリートメントで売っていく人とか、こう SNS だけ強い人とか、戦い方こんなに違って、その時と場合によって戦略を変える感じ、こうめちゃくちゃ面白くて、俺が第一線で戦っていくだけではもうダメなんだなと思ってるんだけど、組織を作っていく中で、僕は主人公の秦じゃなくて聖っていう秦の始皇帝になる人、本当はなんないといけないんだけど、その中に六大将っていって強い武将がいるんだけど、それがうちの幹部たちが全部で10人とかいるんだけど、あいつらが武将になって店舗として戦っていく姿を僕は結構照らし合わせてて、こんなにハラハラする漫画ないなっていうぐらい、死んじゃなきゃいけないなって思ってる部分もあるし、会社をこうでかくしていくにつれては死んじゃダメだなっていうのを思ってるから、死んって一人でどんどん突き進めるんだけど、危険を顧みないからって、だから怪我するし、会社の長としてはもうちょっと冷静に引き際と押し際をちゃんと見極めるようにならないといけないから、憧れてるのは歓喜、あっと驚く戦い方をする人、すごいグロいんだけど、その歓喜としては荒くれ者たちをまとめてるんです。うちの子たちもある種荒くれ者だから、あいつらをこうまとめられるようになりたいっていうのは結構あるかな。だから本当は頭も良くて自分の武将としての力も強い人になりたいんだけど、まあどちらかというと俺は熱の方が強いなっていう風には思ってます。そのキャラクターを設定する中で、みんな個々に色があって、髪の毛の色とか形もそうだし、鎧のデザインもそうなんだけど、すごい凝ってるんですよ。敵のキャラクターも出てくるし、この髪型にしたらナチュラルに見えるし、こういう髪型にしたらやんちゃに見えるしっていうのをすごく上手に表現してるんで、お客さんってやっぱりいっぱい髪型悩んでるんだけど、僕がアイディアとして髪型を発掘するのって基本漫画なんで、キングダム見てるといろんな髪型が見れて、同じものを作るっていうよりはそこからヒントを得て新しい髪型が作られるっていう、だから結構漫画でヒントを得てこの髪型作ろうっていうのはよくあります。キングダムって売れてなかった最初、面白いのに。でスラムダンクの井上さんに相談したらしいんです。これ噂なんだけど、主人公とかキャラクターの瞳の大きさちょっと大きくしてみてって言って、目の大きさをちょっとでかくしたんですよ、黒目。そしたら爆発的に、もうそのちょっとの差で絵のタッチが好きとか嫌いとか出るんだな。美容師の仕事って実際そんな感じで、いつもこの長さだけど、いつもより5ミリ短くしてみようか、ここだけ3ミリ長くしてみる、そのちょっとの差でその人の似合う似合わないっていうのが出るんです。だからほんのちょっとの差でいいんだよな、うまい下手ってっていうのは感じた。だからキングダムってそういうの俺はすげえな。営業って戦争だと思ってるから、キングダムでもそう
なんだけど、あんなに弓矢が飛んできて、あたり敵だらけで、前の敵とやってる間に後ろから刺されたりとかあるわけじゃないですか。しかも俺からすると同じ感じで、同時に僕とか5人切ったりとかするから、お客さんにしてみたら、ちょっと喉乾いたな、ちょっと寒いな、ちょっとこうしてほしいなっていう、ほんのちょっとの変化のタイミングで気づける人じゃないと、営業中にちょっとでも気抜いたら、そのお客さんの要望には答えられないと思うんだよね。だから一瞬でも気抜いたら、俺お客さん失脚するなと思ってるんですよ。だからアシスタントにも厳しく言って、おい、なんで今の見てないのって言うし、なんでお茶ないの、そういう戦いと俺たちがで、まだ僕たちも全然ぬるいんだけど、その戦争っていうのは結構リンクする部分あるかな。コロナになって僕は感情的なキャラクターだから、攻めはすごく得意だけど、あんまり守りながら戦略的に動くっていうのはそんなに得意じゃない。うまくこの時代と戦えるのは弟の陽介なんじゃないかな。あいつは守りながら攻めれるんだけど、陽介が戦いながら裏ではグッズ作ったりとか、違う戦い方ってあるな、お店を出すことが全てじゃないんだなっていうのは、それを陽介にテレビ電話した時に、いや、それは分かりやすいです。で、陽介もその後キングダム読み直して、確かに今は自分の戦略の方が時代に合ってる。あいつが結構発信できるようになって、あの当時ってやっぱみんな会えないし、言葉がなかなか伝わらない電話だとっていう時だったんだけど、キングダムのおかげで救われたわっていうのはあるなと思って。ゴークの一番好きなシーン、32巻のここのシーン。この時ってもう戦う兵士がいなくて、村人を兵士にして相手の強いやつらと戦おう、人数も足らないだけど、もうここで倒されたらその国が滅んじゃう。最大の危機の時に主人公が、民兵ははっきり言ってもう銃持ってる力のうちの20を出したい、じゃあ俺たちは銃持ってるうちの30出す、ちなみに俺は100を見せてやる。そのシーン、本当は戦いの技術を持ってない人たちが、俺は100やるかって言われたら、僕が部下だからやる気が出ないわけないな。戦場でちょっとしたら死んじゃうところなのに、それをリーダーが言えるところ、マジ超すごいな。俺もみんながすごい忙しい時に、もう超辛いです、じゃあみんながいつもの倍出すなら俺は10倍出すよって言えるような社長になりたいから、みんなのモチベーションっていうかテンションが上がるんだなっていう、言葉の使い方と会話のリズムが結構見えてる、結構勉強になってるなと思うシーンです。キングダムの中であんまり一番強い武将じゃないんだけど、総大将っていう人がこうやって戦いなさいっていう指示がこう部下に行った時に、部下が本当にこれって大丈夫なんですかみたいなのを言うシーンがあるんですよ。でその中堅にいるやつが、俺たちが大将を信じれなくてどうするんだ、あの人が言ってることに間違いはないし、迷ってる場合じゃねえだろ、俺はあの人についていくよみたいなシーンがあって、確かに僕がみんなに指示を出して高木さんが言ってることって合ってんのって思う時ももちろんあると、けどその真ん中にいる子たちが、いやいや、あの人が言ってんだからとりあえず信じてやってみようよって真ん中のやつが言えるかどうか、そこで真ん中のやつも、いや確かおかしいよねってなっちゃうと組織ってこう分裂するんだけど、うちの会社の中でもできるだけ幹部とはコミュニケーションなくて、アシスタントとか一般のお客さんには何のためにこれやってんのっていう仕掛けをどんどん作ってるんですけど、伝わるには1年以上かかるから、その間にブレちゃって分裂しちゃうと何の意味もないんだけど、こう漫画見てるとこんな感じにしたいからっていうモデルがあるんで、それを幹部のやつに伝えて、こういうことだよ、結果が出るのは1年後かもねっていう、俺はこれ救われてる本当に。